キツネ1号さん、今どこ？今、東住吉。キツネ2号さん、何を思う？2号さん、ハート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 、オメガ、オメガ、オメガ、アルモン、次を、セッソマイ選手、ソマイ、ソコトンク、ソコトンク、あー、ダメーす！ダミアホレンゲ、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 2号さんに、2号さんだけに、2号さんだけに世界平和と幸せが迷います、ダミアホレンゲ、ダミアホレンゲ、ダミアホレンゲ、キツネ3号さん、クレープ食べに行こっか。とりあえずクレープ食べに行こっか。でやね、わしやろ、相手山も、暇取るわ、これ。新地から取るわ、これ。カテゴリーもな、だから、何も、何、そのイベントカテゴリー。キツネ2号さん、よし、右へ曲がって、シギさんへ向かおう。いや、なんでやね。ガソリンない言うてるやん。帰ろう言うてるやん。キツネ2号さんガソリンくらい入れたらええがな。入れないもん。もういいや、帰る。帰る、帰る。ももちゃん何してんねやろ。寝てんのかな。寝ててほしいな。いびっかいて寝ててほしいな。ゆっくり眠っててほしいな。ぐっすり眠っててほしいな、ももちゃん。キツネ3号さん、ももだよ。ほんまお前らすぐ調子乗んな。キツネにしたらキツネにしたらこれかおよそほんまに分からん本人かどうかほんまに分からへんからなかこれで痛い目を負たんやもうそんな自分らほんまそんなことすんねてもう次から二度とキツネはくせへんからな俺これで痛い目を負うのキツネがあかんねんそうキツネ枠なんかするからあかんねん俺が間違えたキツネ一号さんももちゃんに振られたおっさんだ飯うまうるさいわほっとけじゃあしゃキツネ3号さん鹿児島来てもうやめろやもうまあ多分ももちゃんがクレープ食べに行こうかとは言わんやろなもうその言わんといてほんまにじゃマジでキツネ2号さん実は沖縄にいたとかそれはないんじゃないキツネ3号さんももだよしつこいほんまにしつこいやめてもうマジでももちゃんはもう見ないよふわっち なんかそんな気がするどうやろうな分からんキツネ3号さん眉だよやめとけ誰やねん眉って誰眉ってまず眉が分からんキツネ2号さん、水木はおらんのかな水木って誰水木水木って誰やったっけおよそ3キロ先、左方向ですもう今、頭の中、ももちゃんしかおれへんか分かれへん眉も分かれへんし、水木も分かれへんしももちゃんしかないか分かんないキツネ2号さん陽気女が出てきすぎて誰が誰かわからんわそう僕はももちゃんしかわからないかわかんないけどね君たちがいろんな名前を言っても誰それってしかわかんないけどキツネ2号さんここらでリスナーのために一回女性名整理をしようキツネ3号さん桃だよもう3号さんはもう違うのがわかったって言われてもだってももちゃんしか出てこないからわかんない他の女の子な誰それ誰かおるああももちゃんかわいいなどうやったらももちゃんと会えんねやろうどうやったらももちゃんと再会できんねやろうどうやったらももちゃん振り向いてくれんねやろうどうやったらももちゃん俺のもんだけのもんになってくれんねやろうキツネ2号さん3号さんがももでないという証拠はないで証拠はないけどももだってももちゃんという証拠もないやんじゃんあなたたち気づいてます僕この間までモモって呼び捨てたけどここ最近モモちゃんって呼んでるの分かって気づいてますよねだから君たちはモモって勝手に呼ばないでマジでモモちゃんって言ってモモちゃん可愛いな
キツネ3号さん鹿児島来て嫌いじゃないよ。ほんまよう人の会話聞いとんな。キツネ2号さん3号さん、ほなどこにほくろがあるか、あざがあるか言うてみ。キツネ2号さんちゃんと言えたら本物や。そうやで、ももちゃんの乳首が陥没してるかどうかを言うてみ。キツネ1号さん陥没はしてそう。なんでしてそうなんや。ねえ、その根拠はしてそうってどういうこと。キツネ2号さんおじさんのチンチンはどんなんか言うてみ。見たんやったら知ってるやろ。キツネ2号さんめくらちち。めくらちちって何？それはめくらちちの方がようわからんわ。何めくらちちって。ももちゃんかわいいわ。もう何を見、何、俺の知ってるももちゃんは全部かわいいねんけど。キツネ3号さん公人は急ぎんちゃく。巾着の意味が分かれん。俺の知ってるももちゃんは全部可愛い。全部可愛い。可愛くないももちゃんなんか存在せえへんねんけど、どうしたい。なんで俺の目の前で。狐二号さん陥没入党のことをめくら父言うんや。最近は差別語やから言わんだけや。そうなんですか。じゃあほんまにももちゃんがはな、俺の僕の目の前でももちゃんがブッサイクな顔して変なことしててくれたら。嫌いになり、ここまで好きにならんかったかもしれんけど、目のもう見てるももちゃん全部可愛いねん。もうほんまにもうキョトンとこっちが見ててずっともう何見とれるぐらいずっと可愛かってんけど、ちょほんまにもう可愛すぎて可愛すぎてずっと見とれてて、写メも撮るのも忘れて、なんかこう何配信するのも忘れて、あっ写メ撮っとこうとか、ほんなら写メ撮る時もなんか仕草が可愛くて、もうなんなほんまにもう何しても可愛かったんけど、ももちゃん、ももちゃん全部可愛かった、可愛かったな。でももう二度と追ってくれへんやろな。およそ300メートル先、右方向です。だからもう僕デリヘル配信とかしません。もう悲しくなるだけなんで、デリヘル呼ばない。バカバカしくなった。あんな出会いはもう二度とないし、あのいっぱい読んでみて思ってんけど、やっぱりももちゃんは違ったね。まもなく右方向です。その先、キツネ3号さんアイテム投げにくいからもう投げへんな。なんでや、投げろや、ね、ももちゃんはね、2,3,4,5,6,7,8,9 ほんまに好きで追ってくれたんやと思うで。今思えばだって他のデリヘル嬢なんかさ、そんな何電話番号交換しようが大した分送ってけえへんやん。目的地周辺です。この先注意して走行。ももちゃんだけやで、最初は呼んでよとかやったけど、今日呼んでくれないのとかそんなやったけど、会いたいとかやったけど、キツネ2号さんもっとたくさん呼んだらももちゃん以上の女と会えるかもしれへん。それはないわ。だってだからそれはただのほんまの客と女の子の出会いじゃないですか。そんなんじゃないもんだ。いや、ももちゃんも最初はそうやったと思うよ。一番最初はね、呼んでよーって。でも二晩おって、二晩ともね、僕がそんな何あの無理やりとか、まあまああんまり性欲がないからってかもしれんけど、うん、一緒に話お話だけしてね、二日目なんてお風呂入る時間なくなったっつってね、じゃ あの延長しよっかっつって延長してシャワーして帰ってって、また会いたいって、はあ、まあ最初はだからね、営業のつもりの一環でって思ってたと思うよ、ももちゃんも。キツネ2号さんせやけど信号はちゃんと守るんやな。今行くと思ったけどな。信号は守るわ、ちゃんと。ほうか、免許なくなるやろ。最初は営業やったけど、ももちゃんも失敗したと思ってんのよ多分。
わ、感情入りすぎたって。狐3号参考人が客としてももちゃん呼んでも毎回予約でいっぱいになります。どういうこと、どういうことそれ、どういう意味わからん。ね、でももう次沖縄来てくれた時はほんまにもう別にお金とかいらない、どっちでもいいって、ただ会いたいだけって言って、あ、ほんまに会いに来てくれたんやからな、言うとけど。いや分からんけど、あのこの間の営業やったって言われたらもうそれはそれまでやけど、もうそれでもいいわ、もう、もうほんまにもうここまで思わせられたらもう無理だわ俺。キツネ2号さん、しょうもない酒に飲まれて、ももちゃんの夢を壊したのは、おじさん自身やからな、身から出たサビ。ちょ待て、ちょ待て。まあまあ、でもあれはね、タイミング的にね、いろいろあったのよ。あなたたちは見てるだけやから、なんかもう分かってないかもしれない。どうせあなたたち家でゴロゴロゴロしてるだけで見てるだけやから分かってないけどね。こっちはこっちでいろんなことがあんねん。な。それが積み重なってのはあれや。やっちまったことね。狐二号さん、言い訳は見苦しいぞ。ほらほら、もう出た。もうすぐそうやって、もう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 、なんとかして俺を悪者にしたいのよ、もう君たちは。もう、ね、毎回毎回だけど。狐二号さん、家でゴロゴロしてる時にしか見いひんわ。ムカつくわ、お前。こっちはいろいろ金もかかっとるし、人生もかかっとんねん、配信に。こんなくだらない儲かりもせえへんもんに、なあ、それをゴロ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 してただで見やがって、ほんまにお前らはよ。アイテムよこせ、アイテム、アイテムくれよ、アイテム、もっとアイテムくれたんやね。キツネ2号さん、今もゴロゴロしてそう。マジでか、なんだと。じゃあ俺もちょっとその辺に車止めてゴロゴロしよう。でもこれレクサスのシート、キツネ3号さん、こんな配信に人生かけるな。あざまーす。風船が、お前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 が、あるの、席を、そまし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 、あざまーす。二号さんに世界平和と、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 幸せが参ります。ありがとうございます。もういつもありがとうございます。二号さん、本当にありがとうございます。もんね。ありがとうございます。波を掘れ、波を掘れ、波を掘れ。キツネ二号さん、花火はもうないで。花火はもうないで、花火一発も上がってへんわ。あ、昨日もうたか、この間もうたか、うん、でもあの花火ね、残念ながら500ポイント花火じゃなくて400ポイント花火。キツネ3号さん、うるさいよ、卵味噌。どういう意味、卵味噌ってどういうこと、意味を考えよう。キツネ2号さん、今年2発もあげたやないか。マジで2発ももらってる。1発目っていつやったんや。一発目っていつやったん、覚えてない。どれやってんの、ももちゃんと会えた時かな。あ、キツネ二号さん、おじさんのことをももちゃんが時々思い出してくれますように。本当そうですよね、本当、まあ、それだけ時々でもいいか思い出してくれたらそれでいいわ。ももちゃんのこと好きです、ももちゃんのこと愛してます。だから他の人のものにはならないでよ、マジで。もう俺のものになってください。もう俺だけのももちゃんでいてほしい、もうそれだけ。キツネ2号さん、ただし思い出すだけやで。なんでそこで落としてくるの。ええや別に、そのままでいいように言っといてくれたら、ね、よくない。別にするももちゃんも可愛いしか映らないわ、どうしよう。
キツネ2号さん時々おじさんのことを思い出しておなにしてくれますようにね。そんな風に言ってくれた時期もあんのにね、人間の人の気持ちなんて変わるなよ。コロ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 、なんかなんていうの、しょうもないきっかけで変わったりするのよ、人の気持ちなんて。キツネ3号さんもも7で我慢せや。絶対嫌じゃん。キツネ2号さんあいつらなんや。知らない、中学生かなんかじゃない、春休みだからね、もうね。キツネ2号さんアホが前を通ってったな。うん、横から通ってった今、アホが、アホ4人組が、中央ぐらいのアホが、こんな時間。キツネ3号さんももくんで我慢せや。なんでももくんやの、おかしいやろそれ。ももくんで我慢すんのはご隠居だけやろ。ももくんさ、ももくんさ、なんなん。キツネ2号さんせやけど、あいつらチンチンはピンピンやで。あ、そうなんやな、チンチンだけピンピンなんやな、羨ましいな。でも使ったことないチンチンかもしれんよ、まだあいつらは。きっとも、ももちゃんから狐二号さんなんや、止まっても短歌。あ、止まってる、ここ車通らないとこだから、ほとんど。ももちゃんから何かこうなのっていうラインは来ないんやろうな、本当に。一日一回もしライン送るとしてさ、なんて送ったらいいと思う。おはようとか、おやすみとか。だって何を聞いたらいいかももう分かれへんもん、ほんまに。聞くのも怖いしさ。あー、去年の年末とか可愛かったな、 LINE の内容。私のこと好きとか聞いてくれたのにな。もうそんなこと聞いてくれてる時のももちゃんの気持ちをなんで俺は分かってあげられへんかったんやろ。俺ってアホやな、ほんまに。そんなこと聞いてくれてるぐらい好きで思ってくれてんのにね、調子乗ってデリヘルンで遊んでるな。アホちゃう、お前。アホやろ、このおっさん。気違いやな。しねしね、アホや、おまんかよ、ほんま。キツネ3号さん、リップル損切りしたか。え、リップルもう持ってない、もうとっくの昔に持ってないわ。何言ってんの。キツネ4号さん、あん、いやん、やめて、チルダ行きそう、チルダやばい、行ってきます。もう意味が分かれへん、何それ全く意味が分かれへんねんけど。今ちなみに iPhone のオポジで残高12万ぐらい。キツネ2号さん、リスナーに乗せられてデリ読んで、ももちゃんに振られてアーメシうまやな。ほんまそれ、マジでアホやで。もう絶対呼ばない、もう二度と呼ばない。もうほんまにしんどいだけで、またももちゃんみたいな子が現れへんかなっていうことだけで一生懸命読んだって。もうだって、そんな子二度と現れ、あんな子二度と現れへんよ、マジで。だってやっぱりどいつもこいつももう歴長いし、なんつったんやろう。キツネ2号さん、まあおじさんが飯馬になってリスナーが楽しんでるんやから、それでバランスは取れてるぞ。キツネ3号さん、早く前に進もう。いや、もう前に進みたくないです。もう次車を動かすときはもう家帰るときです。帰っていいんやったら家前に進むけど、はあ、もうね、おもちゃんかわいいな。キツネ2号さん、奈良へ行ってみよう。行かないわ、もう。もうほら、もうガソリンないんだから、もうガソリンないから行かない。嫌です。
キツネ3号さん肩落ちレクサスが悪いんやな。なんでやねん。キツネ2号さんどっかでガス入れよ。入れないですもん。キツネ3号さんガソリンをプレゼントしました。どうやってガソリンプレゼントすんねん。ガソリン代くれ。ガソリン代君ら何でも人の金使わそう思ってるけどな、君らビタ1も俺にくれてへんねんからな。言うときで、今まで言うときますけど、ね、僕フワッチで1円たりとも換金したことないんだから。1円たりともよ、ね、分かってんの本当に。ようそんなんであれしてこれしててずうずうしく今でも言えるよね。君たちのその神経疑うわマジで。ビタ一問一円もやってないよ。ああせよこうせよ、あげませんお土産こうお土産こうてきてよ、よう言うよね本当に。びっくりするわもうマジで。キツネ3号さんアイテム投げてもデリヘルにしか使わないから。いやいやいや、だって 大多数はデリヘル呼んでほ